前川真本は、日本の実業家。トヨタアドミニスタ代表取締役社長や、トヨタ自動車代表取締役副社長を経て、トヨタ東京自動車大学校理事長、トヨタ名古屋自動車大学校理事長、トヨタ神戸自動車大学校理事長。1968年神奈川、県立多摩高等学校卒業。1973年神戸、大学経済学部卒業。 トヨタ自動車販売入社。第4販売部部長、ネッツ店営業部部長、国内マーケティング部部長を経て、2003年常務役員。2007年顧問、トヨタアドミニスタ代表取締役社長。直言孤児として知られ、トヨタ秋代表取締役社長の新体制で2009年に、トヨタ自動車専務取締役国内、販売事業本部本部長に復帰。 2012年からは、トヨタ自動車代表取締役副社長や、トヨタマーケティングジャパン代表取締役社長を務め、税制への対応などを行った。2013年トヨタ東京自動車大学校理事長、トヨタ神戸自動車大学校理事長、2020年ランジュ法賞受賞、トヨタカローラ愛知監査役、トヨタレンタリース東京監査役、トヨタリック九州監査役、 アムラックストヨタ取締役、トヨタエンタープライズ取締役、福岡トヨペット監査役、トヨタオートモールクリエイト取締役、トヨタ名古屋教育センター監査役、トヨタファイナンス取締役、大阪トヨタ自動車監査役、トヨタファイナンシャルサービス取締役、国際経済研究所取締役、日本自動車工業会理事なども歴任した。ありがとうございます。